史上初公開ナンバーアンダーラインアイの新曲スクエアアンダーラインワン1がザミュージックでで世界を震撼させるスクエアアンダーラインワン1はその集大成ともいえる楽曲であり彼らの音楽性の新たな一面を垣間見ることができるだろう2024年7月6日今年も待ちに待った音楽の祭典ザミュージックでが開催されるこの特別な日は音楽ファンにとって至福の一日であり 豪華なアーティストたちが集結してステージを彩る今年のラインナップも期待を裏切らないものとなっており午後3時から夜10時54分までの8時間にわたる生放送が予定されているこの長時間にわたる音楽の共演には多くの驚きと感動が詰まっているしかしその中でも特に注目すべきはナンンバーアンダーアダラインアイが初めて披露する楽曲「スクエアワンである この曲は彼らにとって特別な意味を持ち、ファンにとっても待ち望まれていた瞬間である。この日を迎えるまでに、No.1 ア,アイのメンバーたちは多くの努力と練習を積み重ねてきた。スクエア・アンダーライン・ワンという楽曲は、彼らにとって新たな挑戦であり、音楽的な進化を象徴するものでもある。彼らはこの楽曲を通じて、新たな表現の幅を広げることを目指している。 そのメロディーはおしゃれでありながらも、リリックには深い意味が込められている。共同で作られたこの曲には、彼らの個性と想像力が存分に発揮されているのだ。n ンバーアン Underline のメンバーたちは、それぞれが異なるバックグラウンドを持ちながらも、共通の目標に向かって努力を続けてきた。彼らの音楽は、時にポップであり、時にヒップホップの要素を取り入れるなど、 多様ななジャンルを融合させたものとなっている。スクエア・アンダーライン1はその集大成ともいえる楽曲であり彼らの音楽性の新たな一面を垣間見ることができるだろう今回のザ・ミュージックででのパフォーマンスはナンバーアイにとっても大きな節目となるこの特別な機会に彼らは自分たちの音楽をより多くの人々に届けることができるのだファンにとっても彼らの成長を見守りながら 新たな一面を発見する喜びを味わうことができるだろう。特にスクエアワンの初披露は、彼らの音楽に対する新たなアプローチを示すものであり、そのパフォーマンスがどのような形で展開されるのか、期待が高まる。まず、ナンバーアンダーラインアイのスクエアアンダーラインワンがどのようにして誕生したのか、その過程を振り返ってみましょう。ナンバーアンダーラインアイは、 これまで多くのファンから支持を受けてきたアイドルグループですが、彼らの音楽は常に進化し続けています。スクエア・アンダーラインはもその進化の一部として、彼らの音楽的な新しい側面を見せる試みの一つです。この楽曲は、彼らのメンバーである岸優太さん、平野翔さん、神宮寺優太さんが中心となって制作されました。 彼らのこれまでの音楽とは一線を画す新しいアプローチが見られるこの楽曲にはどのような特徴があるのでしょうか n ンバーアン Underline I のメンバーたちはこの日のために多くの準備を重ねてきたその努力の成果が「Square Underline という楽曲に表れておりそのパフォーマンスがファンにどのように受け入れられるのかは非常に興味深い彼らの音楽には 単なるエンターテインメントを超えたメッセージが込められており、それがファンの心にどのように響くのかが注目される。ザ・ミュージックデ d は、音楽ファンにとって特別な一日であり、ナンンバーアンダーアダラインアイにとっても新たな挑戦の場である。彼らのパフォーマンスが成功することを願いながら、多くのファンがテレビの前でその瞬間を見守ることだろう。彼らの音楽がどのように進化し、 どのように新たなファンを獲得していくのか、その未来が楽しみでならない。ナンバーアンダーラインア i の音楽は、これからも多くの人々に感動と喜びをもたらし続けるだろう。さらに、スクエアアンダーライン1の初披露が行われる背景には、彼らの音楽に対する情熱と想像力がある。この楽曲は、彼らがこれまでに培ってきた経験とスキルを結集したものであり、 そのの完成度の高ささには驚かかれるばかりだ。メンバーそれぞれの個性が融合し、唯一無二のサウンドを生み出している。特に、彼らの声の新たな色合いを感じさせるパートがあり、その表現力の豊かさに感嘆すること間違いなしだ。No.1i の音楽は、時代とともに進化し続けている。その過程で、彼らは常に新たな挑戦を続け、多くのファンを魅了してきた。 スクエアワンは、その進化の一環として生み出された楽曲であり、彼らの未来を感じさせる一曲となっている。この楽曲がどのように受け入れられるのか、そして彼らの音楽がこれからどのように進化していくのか、その動向から目が離せない。ザ・ミュージックででのナンバー・アンダーライン・アイのパフォーマンスは、多くの人々にとって忘れられないものとなるだろう。そのステージで披露されるスクエアワンは、 彼らの音楽の新たなショーを開くものであり、その瞬間を共有することができるファンは幸運である。彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動を与え続けることを願いつつ、その未来に期待を寄せたい。彼らの音楽は、これからも多くの人々に感動と喜びをもたらし続けるだろう。ナンバーアンダーラインアイの未来は明るく、その音楽がどのように進化し、多くの人々に影響を与えていくのか、 その過程を見守りたい。彼らの音楽がこれからも進化し続け、多くの人々に感動をもたらし続けることを願いつつ、その未来に期待を寄せたい。n ンバーアン Underline のスクエアワンは、彼らの音楽に対する新たなアプローチを示すものであり、そのパフォーマンスがどのような形で展開されるのか、期待が高まる。彼らの音楽には、単なるエンターテインメントを超えたメッセージが込められており、 それれががファンののの心ににどのように響くのかが注目される。ザ・ミュージック・デーは音楽ファンにとって特別な一日であり、ナンバー・アンダーライン・アイにとっても新たな挑戦の場である。彼らのパフォーマンスが成功することを願いながら、多くのファンがテレビの前でその瞬間を見守ることだろう。彼らの音楽がどのように進化し、どのように新たなファンを獲得していくのか、その未来が楽しみでならない。 ナンバーアンダーラインアイの音楽はこれからも多くの人々に感動と喜びをもたらし続けるだろうスクエアワンの初披露が行われる背景には彼らの音楽に対する情熱と想像力があるこの楽曲は彼らがこれまでに培ってきた経験とスキルを結集したものでありその完成度の高さには驚かされるばかりだメンバーそれぞれの個性が融合し唯一無二のサウンドを生み出している 特に彼らの声の新たな色合いを感じさせるパートがあり、その表現力の豊かさに感嘆すること間違いなしだ。スクエア・アンダーライン・ワンは、ナンバー・アンダーライン・アイがこれまでに見せてきたアイドルとしての一面を超え、よりアーティスティックな表現を目指している作品です。楽曲の制作にあたって、メンバーたちはどのような意図を持っていたのでしょうか。実ははこの曲の曲制作過程には 彼らの音楽への深い愛情と、ファンとの絆をさらに強めたいという思いが込められていました。制作チームは、音楽の力で新しい時代を切り開こうとするナンバーアンダーライン愛の強い意志を表現するために、緻密な作業を重ねました。曲のメロディーは、これまでのナンバーアンダーライン愛の楽曲とは異なり、よりダイナミックで革新的な要素が含まれています。特に、スクエアアンダーライン1のメロディーラインは、 聞く人の心をつかむ力を持っており、初めて聞いた瞬間からその魅力に引き込まれることでしょう。この楽曲の制作にあたって、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは自身の音楽的な成長を意識していたといいます。高橋海人さんは、自分の声の表現力を新しい方向で探求し、平野翔さんは曲のリズムとメロディーに対して細かいアプローチを試みました。神宮寺雄太さんもまた、 自分の音楽的な感性を最大限に生かし楽曲の制作において重要な役割を果たしましたこのようなメンバーの努力が集結してスクエアアンダーライン1は完成しました